どうも、小焼き M ログです。小焼き M ログ。はい。何の M ですか？シークエンス、ハヤト、モさんのモの M です。そんな、ケツから取ってくることもあるんですね。あります、あります。なんでケツから取ったかっていいとこ気づいたんだけど、はい、うちの視聴率男なんですよ。なるほど。はい。いやね、実はね、シークエンス、ハヤトモさんって、そんなにね、何回も何十回もお会いしたこともないし、プライベートでまだそんな仲良くなれてないんですけど、めちゃくちゃ絶大な信頼を置いていまして、はい、Vlog で出しとけば、とりあえず、うん10万再生いくっていうもうすごい僕だからジンクスお守りなんですよ。本当にめちゃくちゃ再生されています。よくないですよ、これ下がり始めた時にみんなに失望されるんじゃないですか。もしかしたら怖いぞ、みんな見てね。本当にもう小焼き Vlog 界の3と思ってるんだよ。1回にしてつけとくやつみたいな。あとやっぱ3回目で初めてで悩みましたね。 M が出てくるまで一応最多出演ということもあるんじゃないですか。そうですね、ゲストとしては。はい。あと数ヶ月しか経ってない。そうです、そうです。はい。それもそのはず、こちら見てほしいんですけども、はやともさんが最初に出ていた回はめちゃくちゃ好評で、今にも伸びておりまして、なんと現在まで42万回再生。42万回再生。だって、俺、メインチャンネルとかでもさ、すごい数字やんか。そうなんですね。先月出ていただいた回も、東亜くんと一緒に出た回で20万再生も突破してるという。ありがたい。いや、ありがたすぎるん。すごい、嬉しい。ですよ。もうちょっと俺のチャンネルに来てもいいんだぜ。ぜひ見てあげてください。もうちょっとでいいですから、はい、本当に。でそんなですね、月一レギュラーの早友さんなんですけど、今日ねお呼びしたのに理由がありまして、はい、3月にですね、トクモリザウルスのヤス君と沖縄に旅行行った動画を出したんですけども、はい、でそのついでにヤス君の家でロケさせてもらったんですよ。はい、でヤス君って言ったらやっぱユタの家系で、おばあちゃんがほんまものユタさんということで、うん、そこのですね、お祓いとかそうご祈祷してたその儀式をやった部屋に案内してもらって、はい、撮らせてもらって、初めて YouTube のカメラが入ったということで、やっぱりいろいろ怒っちゃったんですよね。うん、でその時のコメントがですね、オーブが映ってますとか、もう女の人の声がしますとか、はい、まあ、今まで僕たちの動画でもちょくちょくそういう心霊現象的なコメントはあったんですけど、一、はい、回ですね、動画でこんなに来ることは初めてなんですよ。一回の動画でこんなワンサーが来ることが、はい。これはなんか霊的なその影響っていうんですかね、かなりこういうのが気になっていて、僕ビビりなんで、はい、白黒はっきりさせたいなと思って、一体これが何なのかと。まあ、幽霊じゃなければそれでもいいということですもんね。そうなんですよね、うん、で実はですね、はやともさんとコラボした前回の動画で、はやともさん側のね、うん、動画にもこれ謎の音声入ってしまってたんですって。そうなんですよ、聞かせてもらっていいですか。都市伝説ベスト3とか教えていただいたりとか、はい、あともう一つ心霊的な、うん、都市伝説を聞かせていただいてもいいですかって言って、うん、小安さんに寄せられた視聴者の体験談を小焼きさんにお話しいただいて、まあそれを普通に編集で見てたんですよ、うん、途中でみんながびっくりする箇所があるんですけど、そこで女の人の声でへぇって声が入ったんですけど、あの時スタジオに女の人いなかったはずなんですよ。いないですね。でしかもスタッフさんはもちろん声出さないので、そうそう、って考えるとこの声って何なんだろうと思って、それ編集してたんですけど、元の素材の方も見返したんですよ。そしたら素材の方は3箇所女の人の声が入ってたんですよ、うんうん、で共通点は何だろうなって探ったら、うん、絶対に小焼きさんが喋り終わった後に声が入ってるんです。うわー、これ確実だよね。小焼きさんについている人がリアクション取ってるんだっていう。やっぱ僕のせい。やばっ。だって東屋さんにリアクションゼロでしたからね。その資料はずっと小ヤッキーさんにばっかり反応してたんで。なんで女の人の子入るんだろうな、うん、怖いよね。うちもね、静香ちゃんよく入るけど。そうね、あらやだ、失笑じゃないの。マジでどう反応していいか分かんない、ね。まあ、ゲストをね、はい、困らせるのも醍醐味の一つなんで、はい、怪奇現象を起こしてしまいました、うん、これは一つのですね、あの事故ということで、はい、まあ、まあ使うんですけども、はい、で今回はですね、はやともさんに来ていただいたのは、さっき紹介したそのやす君との撮影で映り込んでしまったと思われる、うん、その謎のオーブとか、うん、謎の行為について害のあるものなのか、まずねこれを見てもらいたいというふうに思っているんですね、はい、とりあえずですね、該当の箇所をね、ちょっと一緒に見ていきましょう。はい、4月9日に配信した沖縄ユタの家に取材、ユタの修行場に行ったらヤバすぎたの回の17分28秒頃となっております。おう、じゃあちょっとぜひこちらを。あ、すいません、はい、ソニーのいいやはい、ということでヤス君移動してきましたけど、ここがそうですか。ここがそうです。一応その書いてますよね、森川公園。そうなんですよ。へえ、聞こえましたか。え、もう一回いきますか。もう一回お願いします。はい、一応その書いてますよね、森川公園。そうなんですよ。へえ、
聞こえました。すごっ。これもともと僕とヤス君が現地に行った時って、はい、何人か大学生みたいな人いたんですけど、もちろん声が入ったら雰囲気が壊れちゃうし、はい、なんか撮影しづらいなということで、ノイていただくまで待ってたんですよ、ずっと。でその人たちが帰ったからロケを再開しているんですね。でも本当に学生みたいな声でしたよね。そうなんです。だちょっと若い人の声って感じがするんですよ、うんうんうん、ただやっぱりこれ静かなんで周りは、何か雑音入ったら僕も絶対気づくし、確かに。でしかもその声入っちゃったところって相当やっぱ遠くに多分行ってる声なので、はいはい、こんな近くにいる感じの声に入るわけないんですよ。確かにマイクの随分近くで喋ってるかのような声でしたよね。そうなんですね。結構このようにですね、たくさんの声が入っていたというコメントが来るんで、気のせいじゃないんですよ、これは絶対に。はいはいはい、はいはい、これはどうですか。いや、これはまず場所は心霊スポットというかユタの修行場所みたいなところですよね、うんうん、はい、で安田さんが今はっきり、うん、僕はこれ以上入れないですって言ってましたもん。そうそうそう。ってことはおそらくその中に入ると亡くなってる側の人たちからすると何か起こる場所だと思うんですよ。あとは霊感ある人ですね、うんうんうん、ってなると小屋っきーさんは入れるけど、小屋っきーさんについている女性は入れないんだと思うんですよ。冒頭の伏線を回収してくるみたいな本当にってなると、やだ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 みたいな感じでキャッキャッキャッキャしてる声がもう入り込んでって考えるのが一番妥当かなというふうに思いますね。なるほどな。僕の視聴者の中にもその時の回って、はい、いつも小屋っきーさんを好きで全部見るんですけど、はい、この回だけは途中でやめましたみたいな人たくさんいるんですよ。へえ。コメントにも書かれてたし、はい、だからそのなんか生き量とかもしくは死量とかって言われるものが、うん、そこでフィルターみたいにこう取れてその瞬間剥がされた時になった声なのかも、うんうんうん、しないことですかね。そうですね。修行場に行ったからこそでしょうね。ただでさえこの修行場は心霊スポットとしても有名なんですよ。へえ、はい、まあ何度かお名前出してる僕の相方の近所をめくるさんのやつも沖縄出身なんですけど、はいはいはい、あいつもユタの修行場に学生時代にわーっと遊びに行った時にとんでもない心霊体験もしてるし、うんうん、実際修行してるユタさんに包丁持った状態で追っかけ回されたりとかもしてるので、やだいぶ危ないところではあるだろうなっていうふうに思います。めちゃくちゃ怖いですね、みたいな感じの声もね、うんうんうん、でこれ一個ちょっと怖いかなって、多分違いますけど、うん、一個怖い可能性があるとすると、僕が今声聞いた感じ楽しそうだったんですよ。あ、楽しそうだった、お声が、うん、でもなんかやだみたいなノリではあるんですよ、うん、でこれが小屋キーさん言っちゃやだのやだならいいんですけど、うん、やだもうすぐ会えるじゃんって言って殺そうとしてた可能性もあるんじゃないかなっていうふうには思うので、最近違和感あるんですよ、 SNS の使い方にしても、はい、すぐ女子ってえ、ちょっと待ってって言うじゃん。どこで待つんだ。え、ちょっと待って、これ幸せすぎるんだけどみたいな。いや別に誰を待たすん。いや勝手に幸せすぎるんだけどでいいじゃん。確かに、ちょっと待ってよ、絶対枕にいますもんね。そうです、女子って。そう、え、ちょっとやだっていうのが、いい意味のが次につくかもしれないし、悪い意味で次につくかもしれないから分からない。分からないですね。もうちょっとじゃあ喋っといてやん。分かれん。ただ多分大丈夫だなと思った理由は、はい、何より撮影してるのがヤースーさんなんですよ。はいはいはい、確かに。ってことは危ないものだった場合はヤースーさんが言ってるはずです。なるほど。だってこれ以上言ったら小池さん死ぬ死ぬって言って言って、あの人言う、うん、戻すはずだから、うん、言わないってことはおそらく悪い状態じゃなかったんじゃないかなというふうに思います、ね。うん、いや、なんかすごいよね、ちゃんと一瞬で恐怖と安心を与えてくれる。確かに、前田さんのトーク術がすごすぎて、島田秀平さんに怖がらして帰っちゃダメだよって言われた。なるほどなるほど、すぐ納得できた自分の中で。じゃ次はですね、ちょっと視覚的な、部分で、はい、オーブなんですね。これ撮影したのは先ほども言いましたけど、神社と言ってヤス君のおばあさんが、まあ、お祓いの時に使っていた神様のお部屋ということですね、はい、そこで映ってしまった僕のですね左手につけている時計に注目してみてください。どうぞ。神の言葉として言葉を発せれる存在になるので、うんうん、絶対邪魔しちゃったんです。なるほど、ね、はい、やすごい。これ例えば声とかってね、ちょっともう一回聞いていいとかってあるじゃん。あ、はっきり最初から見えるよ、うん、見えたでしょ。 みんなもう一回見せるね。もう一回、言葉として言葉を発せれる存在になるので、うんうん、絶対邪魔しちゃったんです。なるほど、ね、はい、いやこれ絶対反射じゃないのよね、もうここまで行くと。だって暗いところだったらふわって残像が出たりとかするし、うん、正面めっちゃ焚いてたら反射するのも分かるんですけど、はい、正面焚いてない人って普通のお家なんで、はいはい、持ってったらね、照明機材なんか、はい、上についてる本当に暗い電球だけしかなくて、こんな反射し方するの難しい。いや、これ僕オーブって 99.99% ぐらい偽物だと思ってるんですけど、はい、これ本当だと思いますね。これもはオーブなんっていう、なんか、うん、いや、オーブといえばオーブなんですけど、オーブ
部って大概の出方がフォーカスがそっちにあってボワーンって出てくるんですよ、はいはいはい、空中浮遊してるホコリにピントがあって、うん、ジュワンと出てきてそのまま風に乗ってフューフューっつってジューンと消えるっていうのが、まあ、大体のオーブなんですよね、うんうん、でこれをピタッと止めてズームにすると、まあ、やっぱりホコリの形をしているっていうのが大概なんですけど、うんうん、今明らかに突発的にパッて出たんですよ。普通ジュワーンって出るじゃないですか。アップルウォッチからドンと急に現れたんですよね、うん、でアップルウォッチの上に現れたのがすごいと思っていて、はいはい、アップルウォッチとか電子機器じゃないですか、うん、電子機器類って一番幽霊を引き寄せるものなんですよ。そうなの。で霊感ある人たちは例えば電子機器類ってすぐ壊れますし、僕だったら学生時代は目覚まし時計を何個も壊して何回も買い直してもらったりとか、携帯電話もすぐぶっ壊れたりとかがあったりとかするので、まあ、幽霊っていうとそのものが何かしらの電気信号的なものなのかもしれないっていうふうにも言われてるんですが、とにかく電子機器に影響を与えやすいんですね。で今小ヤッキーさんが身につけていたアップルウォッチからポンと現れましたよね。ってことはここで小ヤッキーさんからアップルウォッチを通して何かが出てきたって考えるのが僕の中にいたものなんだ、はいと思います。のであそこに浮遊してた何かが映り込んだんではなくて、小ヤッキーさんの中の何かが出てきたっていう風に見た方が自然かなという風に僕は思いますね。何を出してしまったの。ちょっとその分ダイエットしてんじゃんか質量が軽くなっちゃった。でも心当たりがちょっとあって、はい、まあ、沖縄の時にその特殊なね、その上茶っていう場所がそうさせたのかもしれませんし、うん、大阪にこの前にロケに行ったんです、出張で、はい、でその時も普通ではありえない事故ばっかり起こって、突然前にモニターがついてるのが分かると思うんですけど、これがザッってやってノイズが走って見れなくなったりとか、普通ありえないですよ。ピンマイクの片方だけはちゃんと音入ってて片方だけ入ってなかったりっていうことが起こったり、それロケがもう2個潰れてるんですよ。そういうこともあったんで、もしかしてミョンにね電子機器を壊すのがついてるのか。ああなるほど、そういうことか。そう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 、もしくはそうやって場所がそうさせたのかもしれないしね。あ多分これ場所だと思います。場所なんだよ。これヤスさんの家ですよね、はい、まあ、もともとものすごい伝説の歌のおばあちゃんがいらっしゃった場所で、うん、除霊を行っていたところだと思うので、うん、そこに行くと悪いものがついていた場合のけられるんだと思います。結界みたいなのがあるんですね。ですね、神聖なところみたいな地位がどんどん上がっていくので、まあ、だからわざわざ霊山に登って除霊しますとか、うん、でその辺でいいじゃないですか、道端でも。あ、そりゃそうですよね。でもわざわざ場所が指定されるのは、うん、そこに行くと取れやすいっていう環境ができているので、ここに行ってある意味ソフト除霊じゃないですけど、うん、ソフト除霊ちょっと悪いのが抜けたのかなっていうふうに思います。あでもまあ、自分にとっていいことと前向きに捉えたらこれ良かったってことですね。はい、やっぱヤスさんと一緒なんで、うん、悪いものが何か取り付いたりしましたよっていう場合は、うんうん、あの人は言うと思うので、うんうん、これもまあいいことだと思ってください。なるほど、もう今2連続でやったぞっていう、ね、そうですね、とりあえずやったぞっていう方に安心です。そろそろ悪いことごとしですねいや、こうはじゃあ次行きますね、はい、次もね、なんかオーブ関係なんですけど、これはね、僕ね、ちょっと疑ってます。はい、なんか、うわ、なんか誰かに見られてるみたい。これ、ここ、あ見えました今。はい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 、ちょっともう一回見てくださいね、ちょっと、はい、一気にね、何か手前に向かってなんかモヤみたいなのが突入してくるオーブが出てくるんですよ。うわ、なんか誰かに見られてるみたい、この複数。はい、これは何ですか、そのまあオーブっていう人もいるし、虫じゃないのっていう人もいるんですけど、ちょっとわからないんですよこれ。これは土ぼこり的なもんだと思います。よくあるやつです。よくあるんですかこれ。よくあります、うん、これ撮影って何でされてました、うんうん、これ iPhone です。ですよね、はい、あの iPhone で撮影すると年がら年中映るんですよ、うん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 、っていうのが iPhone ってある意味ですごく優れてるんですけど、うん、こういうカメラと違って、うん、フォーカスを勝手に合わせてくれるんですよね。あ、ピントね、はい、うん、ポンと目の前に現れたものにってなると、はいはい、レンズの距離に近いものがポンと突発的に現れるとそっちに一瞬フォーカス合わせようとしたりとかっていうのを自動でやろうとするのでかなりオーブが映りやすいんです。あ、映りやすさがあるんだ。はい、なるほど。のでまあホコリとか土ぼこりとか虫とか、うん、そういうものにピント合わせちゃったんじゃないかなっていう風なものだと思います、うん、なるほど。まあそれはなんか納得できるもんだって、うん、たくさんね草木が生えているってことはそんだけ土もたくさんあるわけやから。そうですね、はい、よかった。自分に向かって飛んできてよ、これもし悪いオーブとか木だったらめっちゃ受け取ってるやん、さっき吐き出した分以上生えてきてるやんみたいななるもんねこれね。入りましたねつって入りましたね入りましたね、はい、というわけでですね、早友さんにいくつかやすくんとのね、はい、コラボ動画
動画のシーンを見ていただいたんですけど、とりあえず良かったという結論なのですが、実はですね、この回以外にも小安田や Vlog にはですね、映り込んでしまった、入り込んでしまった、まあ、音声などがあるということで、それをちょっと検証していただきたいと思います、はい、2022年7月2日配信、アノニマスの警告、ロシア国営放送をハッキングした天才ハッカー集団の正体と本当の目的が怖すぎるのか、3分23秒あたりに女性の声かということなので、皆さんもちょっと一緒に聞いてください。はい、難民と死者が出ていると、うん、ロシア国民が立ち上がるしかないっていうようなツイートもされているんですよね。じゃあこれびっくりしたいんけどさ、日本です聞こえました皆さん、すごいっすね。もう一回聞いてます。すごっ。難民と死者が出ていると、うん、ロシア国民が立ち上がるしかないっていうようなツイートもされているんですよね。じゃあこれびっくりしたいんけどさ、日本です。これ現場で収録聞いとんかっていうぐらい怖いんですけどって公開収録みたいな、ね、フロアディレクターですよね多分サムライゴでうーんとか言ってる。たまにね、その女性のスタッフもいるし、はい、立ち会いに来た人たちが、はい、東亜くんが突発的な僕に対してクスって笑っちゃうことあるんです、はい、でもそんなバカなスタッフいない本当ですよね、はい、これは男性ですね。あ、男性なんだ。はい、女性じゃないですね、男性の声でうーんって言ってる音声だと思います、はいはいはい、で、明らかに小安田が好きで見に来てますねあ、ピンポイントで収録を見に来てる。そうですね、遡れるか分かんないですけど、おそらく1年前くらいですね、に男性の視聴者増えたんじゃないかなと思うんですよ。あ、確かに確かに、うん、で、その男性の視聴者の中でここ好きだなっていう人たちがぐんと集まって、完全に都市伝説を聞きに来ているっていう状態だと思うので。なるほどね、はい、なんかちょっと突っ込んだ話になるんで短く言うと、この時ここに幽霊がいたわけじゃないんですよ。この動画を撮って後に編集してアップするじゃないですか、アップして見ている人の気持ちがその過去であるここに届いてるようなイメージです。そんなことできる。あまりにも思いが強いとできます。すごいやん。例えば多分小安さんに取り上げたりとかもされるかもですけど、地震が来るのが分かったりとか、はい、これからあの人が何て言うか予測できたりとかっていうので、未来でそれを感じてる人っていうのが強く思って過去に届けてるイメージなんですね、それをこの人がもうものすごく小安田好きすぎて、はい、が時空を超えたみたいな状態で時空を超えるみたいなことだろうなというふうに、っていうのが今までの音声より完全にカメラに入り込んでるんですよ。なるほど。今までは小ヤッキーさんについている女性の例だったんで、外で聞こえてる声をマイクが拾ってたんですけど、今マイクの中で喋ってるような音声だったんで、そうおそらく素材に入り込んでると思うんですよね。なるほどね。やっぱ人気者だからこその出方かなと思います。え、すごい。じゃあ俺も念を飛ばせるのを頑張って修行したらさ、自分大好きな曲とかに入り込めんじゃん、コーラスとしてH ジャングル with T のところでさ、Hey Hey Hey 時にはとか Hey どれもやっとけば、なんかさ俺の声で Hey Hey が乗っかるんじゃないかみたいな。いや、思いが強ければあるかもしれないですね。いや、そういう思いは届くんやな、つまりな。すごいいい話だな。届けたかった思いがだったっていうちょっとしょぼいですけど、でも相当好きなんでしょうね、小安田さんが。なるほどね。今までとだいぶ質が違いましたね。はい、ということでね、小安田が大好きな皆さんはですね、どうぞ息量飛ばしていただけたら、今回収録ね参加できるということなんで、運が良かったらあのカメラにも乗りますということでよろしくお願いします。続いてですね、カメラに乗りますとかそういう次元じゃないことが起こっちゃったやつなんですけど、小焼き Vlog から Vlog もあるんですよね、はい、2023年今年です。3月7日配信、閲覧注意、日本一ヤバい家に来てしまいました。こちらですね、オカルトコレクターの田中さんのお家に訪問した際なんですけども、人形のチャーミーちゃん有名ですよね、はい、目がですねまばたきしてるんですよね。でこちらの人形調べたら、はい、寝かしつけると勝手に目が閉じるっていうギミックで、もちろんこう起こした時は絶対目閉じないでできてるんですよ、一回見てもらった方がいいな、ちょっと本当に不自然な感じなんで見ててください。はい、友情持ってみてください。あ、どうぞ、うわー手首こうなってるんだいや見た見たでしょ、ちょっともう一回いくよこれ、はい、右目見てて右目。あ、どうぞ、うわー手首こうなってるんだいやこれね、まずね人形の構造上、寝かしつけたら目を閉じる、起こしたら目が開く、うん、これだけのスギミックって、はい、これ調べたんです概要も、はい、絶対ありえないんですって。ましてやウインクなんです。これウインクするだけ絶対ありえない
らしいんですよ。これしかも田中さんからもウィンクしたなんて報告聞いたことないですから、ね、やばくないですかこれ、はい、これはやばいっすね。本当に映っちゃってるじゃないですかこれ、うん、呪いという意味では少し薄くなってきてはいるはずなんですよ、うん、ただ人間への執着は強くなってるはずなんです。で多分チャーミーちゃんからしてルックスが田中さんより小ヤッキーさんの方が好きだったんですよね。じゃあ嬉しいけどさ、例えば映ってやったぜみたいな状態だったんじゃないかなっていう風には全く嫌な感じしなかったんで、むしろチャーミーちゃんの強い念みたいな部分は小ヤッキーさんは味方として持って帰れてるんじゃないかなという風に思いますね、はい、なるほど。じゃあいいウィンクだったってことですか。いいウィンクだったと思います。よかった。いやすごいっすね。ミョンチーちゃんどうですかこれ。ミョンチーちゃん、はい、僕人形じゃないですよ。あ人形っぽいですよ ね、もうウィンク普通にできますし、はい、カメラの前でやってるんですけど一応なそこ後ろね、ごめんなさいちょっとそれは そこ間違えちゃいけない、うん、そこ間違えちゃいけないところラジオぐらい難しいことやってすごいな。これはなんかもうはっきり映り込みすぎてすがすがしい俺の中でもう、うん、しかも俺チャーミーちゃん抱っこしたことあるんですよ、はいはいはい、ライブで、うん、俺が抱っこした時すっげえ攻撃的な感じだったんですよ。わかるんですか。うわ俺これ多分ずっと抱っこしてたら死ぬぐらいの感じで思って10秒ですぐ入って返したんですけど、わ大丈夫な人が抱っこすると全然嫌な感じがしないので、ちょっと次抱っこしてみて。ちょっとやだ怖いですよ。何もねえなえすごかったな今の。ここまでは普段都市伝説のこととかオカルトを扱った小屋下とか Vlog の回だったので、はい、入っちゃってもまあ仕方ない、まあ、仕方ないのもおかしいんやけどもまだ分かるんです。僕も都市伝説テラーとしても4周年やってますから、はい、実はですねワンピースを取り扱って小屋ちゃんの方でもね謎の音声最後に入ってるのをちょっと紹介して終わりたいと思うんですけども、僕見てますけどね小屋ちゃん。あ、まあ、そうございます、はい、ワンピースでは和の国編っていう過去最大規模の戦いがありまして、はい、でそこで最強の海賊の人である領土の人でビッグマムが倒された回を紹介したんですよね。でここに結構はっきりめに謎の声が入ってしまっていて、これもこのようにですねコメントもたくさんいただいております。でですねビッグマムはこの謎の音声が入った話のやられ際にですね、うん、俺がこれ式で死ぬと思うなよと断末魔を残し、もうチャーミーちゃんとやられ違いやられてしまっているんですね。漫画の世界とはいえこういった怨念みたいなのは、ね、もう漫画の中でも作者がこう一旦なんか下ろしてきてそれがなんか魂が乗るとか言われるんだよね。いやなんかね漫画家さん聞くともうキャラクターが勝手に動いてるから、うん、俺が作ってるわけじゃないっていう人結構いますからね。いやそういう人もいますよね。他にもこのビッグマム関連の時に謎の声がしたりしてビッグマムすごいビッグマムお前さすがソルソルの身の乗るそうまさにそうなんですね。じゃあちょっと1個目からほら、聞いていただきますね、はい、2022年2月14日です。18分42秒あたりですかね。この国にあるんだろうみたいなことも言ってはるやんか。いやそうなんよ、ね、でもどうなのこの、この国にあるっていうのはさこれやばないいやちょっと待って待ってやばいこの国にあるんだろうみたいなことも言ってはるやんか。いやそうなんよ、ね、でもどうなのこの、この国にあるっていうのはさこれ、はっきりね、IKKOさんみたいな声がすごい入ってるんですけど本当に断末魔だ。苦しんでる感じじゃないですか。みたいな感じですよね。IKKOさんじゃないですか指出したらいや、これはすごいですね。完全に入ってますね。しかも、あのさっきのアノニマスの動画と比べると、はいはい、やっぱり音声が遠いんですよ。あマイクから遠いのでってことは、小ヤッキーさんか東屋さんについている人だと思うんですよね。声としては僕がお二人今まで練習した感じ、まあ十中八九小ヤッキーさんについてた人ではないかなというふうには思うんですけれども、でもだからといってなんで断末魔なんだろうっていうのはすごい不思議ですね。なんかもしかするとですけど、小ヤッキースタジオ含め、まあ小ヤちゃん含め小ヤッキーさん全体がすごく調子が上がってきた時期ですか。そうです。あーってことは、はい、昔からのファンが行かないでくれーみたいなことだったかもしれないですね。よく言うんです、昔のは面白かったみたいなやつ、うんまあ、いらっしゃいますけどね。そんな言い方良くないよ、うん、でも分かります、いますよね、はい、います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 。変わっちゃったなみたいな、昔はもっとちゃんと生き量見てたよねみたいな、そんな今も見てるよちゃんとそんな生き量に手抜きなんかないだろうだからでもなんかそういう昔ながらの応援している女性っていうのがしがみついて行かないでって言ってるような感じに聞こえたので、ビッグマム関係ないのかもしれないのかな。ビッグマム
たとえ真実がそうだったとしても僕は映像上でこれはビッグマムの生き量ですねとはちょっと言えないし声優小山さんの声じゃないじゃあ分かんないですねあと僕実は小安田をずっと見ていた一視聴者でもあったので、はい、なんとなく小ヤッキーさんそのものの雰囲気がこの1年ぐらいでガランと変わっていってるなっていう結構言われるんですよねすごく思うんですよこれ別に霊視とかしてないでただの視聴者意見ですよ、うん、でもすごく雰囲気が変わられていったなっていうふうに思うのでもともとの雰囲気が好きだった人はちょっと断末魔を上げてるのかもしれないですね元のねなんか黒髪時代が好きだった人とか時期によって違うんですよはいはい、はい、あの遠山言うんですよなんかあの最近小ヤッキーさんに怪しい薬やってるか若返ってるみたいなのでちょっと最後聞いていただきますね、はい、2023年2月6日配信次の島で全員登場行方不明キャラに隠された共通点判明の回でございます14分46秒あたりでございますカルメル食べたんちゃうまあそれが濃厚やけどね、まあ、そう思うし同じ人だそう仮に IKKO さんのとしますと、はいはいはい、またいらっしゃったんですようーんちょっと短いじゃあもう一回聞いてください嘘でしょはいカルメル食べたんちゃうまあそれが濃厚やけどね、まあ、そう思うしやっぱりね、なんか断末魔っぽい参加の仕方をするんですよねこれ、俺のさっきの話は間違ってたかもしれないえ去年のその最初のビッグマムの声が入った時の前ぐらいで、うん、スタッフさん辞められた人とかいますあ、いるかもしれないちょっと心当たりがあるんですよねうん、いるかもしれないそうですね、その人っすね、はい、多分ゾッとしてるちょっとゾッとしてるんですよ、今なんでかっていうと、これ2月じゃないですか、はい、ってことは僕がコヤッキーさんとお付き合いが始まってからの動画ってなると、はい、あのこのスタジオの中にいた人のどれかの器量だろうなって考えるとそれかなと思ったんですよ特に妙心当たりがありすぎると思う小江ちゃんスタッフなんでねもうすごいびっくりしましたよこれはちょっと僕らにしか分からへんことがあるけど、はいはい、でしかもこのワンピースの方にだけ入ってるっていうのもああそういうことかなと思ったんで妙にちょっとやっぱお花行ったんだよ僕があのほら大阪の件もあるしさはいちょっとしっかり行った方がいいかもしれない、うんうん、あとこの前タックンさんと生配信で聞いたんですけどなんか早友さんとなんかタックンさんのね生配信のコラボの時に知らない女の人がいたとでもタックンさんがあれ斉藤さんマネージャーかなと思ったらどうやら違うということで、はい、で後で言ったらえその人いなかったよそもそも人自体がいなかったということで、ねうん、ゾッとした生配信を、ね、繰り広げられたんですけどいや見てたんですよ100万人行くまで生配信 ありがとうございますでタックと電話してタックが変なこと言ってすぐ電話しました何言ってんのはっきり見たらしいんですよねタックは、まああいうことでね変に嘘つく人じゃないんじゃないですか、うん、あそうですそうです、うん、でタックどっちかっていうと幽霊には懐疑的な人なのでああそっか、うん、まあ作り話は絶対しない人だから、うん、でも僕は自分自身についているものは見えないんですよあそうかそうなんですよなのでタイミングで言うと僕がね子供が生まれてちょっとしたぐらいの時だったんですけど見てる視聴者の、まあ、もしかするとファンの人が誰かのものを見たんじゃないかなっていうふうに思いましたっていうのがちょっと怖い DM が増えた時期だったんで、まあ、それが僕には自分自身が分かんないので答えは明言できないですけどタックにも霊感があったということですね、うん、絶対認めないでしょうけどいやそういうことですよ見えちゃったということは、うん、はいということで、まあ、このスタジオにはですね今男3人しかいませんのではいまさかねちょっと静香ちゃんの声なんか聞こえてないと思いますけども、うん、あらやだはい何か聞こえた方はですねぜひコメントくださいまあねそういうこともないと思うんですけどもしかしてこの動画にも入っちゃっているかもしれませんから、うん、で何か感じた方はコメント欄ください諦めた、はい、感じた方は必ず登録してください感じ方はね、はい、今日多分50万再生いくんちゃうこれとこ最高の俺はもう鳥肌が立ったわ答え合わせ全部ありましたもんね怖かったうんはいということで本日のゲストはシークエンスハヤトモさんありがとうございましたはいこの裏でですね小焼きスタジオの方でも、とっておきの都市伝説を話してくれてますのでぜひ見に来てくださいそしてですねなんとなんとなんとの7月28日に行われる ZEP 小屋スターライトアリスの方にでもですね特別ゲストとしてねご参加していただく予定なのでもしかしたら、断末魔とか、そう。聞こえるかもしれないし、幻のマネージャー、女マネージャーも来るかもしれませんね。皆さん、ZEP のチケット、まあ、多分買えてると思うんで、ぜひね、概要欄なんで買ってくださいませ。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは、バイ。作らないでくださいよ。